本人は多分タバレス一発のパンチあるから警戒はしてるって言ってますけど、イメージは多分かんイージーなイメージしてんじゃないですかね。イメージ的にさ、そこ のいいイメージがないのね、タバレスがですか。気をつけて、あダーティーな戦法ってことですよね。そういうこと、日本人でこういう選手が出てくるとはもう想像もつかなかった。日本人でもできるんだなっていうね。ハリウズもそうですし、どうも、内藤大輔です。今回もコラボ企画で、はい、極地予定です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今回の企画ですが、いよいよ井上尚弥選手とマーロン・タパレス選手によるスーパーバンタム基本団体統一戦が12月26日有明で行われます。井上選手勝てば、スーパーバンタム級転向たった2戦目にして4団体統一ということになります。まだまだ語りたいということで、井上タパレス戦についてまずは、お二人展開予想を伺えると思うんですが、統一戦いかがでしょうか。いやもう僕自分の方のチャンネルでももちろんね、取り上げて動画撮りましたけど、いや負ける要素見当たらないなと思いますけどね。フルトン戦の方が技術戦になったんであれなんですけど、タパレス選手は、まあ、技術もちろんあるんですけど、フルトンよりも一発のある選手っていうのはタパレスの方がパンチはあると思うんですよ。でも近年最近の試合とかタパレスの試合を見ても勝ってる要素があんま見当たらないんですよ、モンスター相手に。ここはモンスターよりは上回ってるよねっていうところがないんですよ。だから僕は、まあ、4ラウンド以内かなと思いますけど。ナイトさんいかがですか。全く同感だね、なんかタパレス選手の勝つイメージが湧かないんだよね、そうですね、ただもちろんね、試合はやってみなきゃ分からないんだけども、やっぱり井上選手有利なのは揺るぎないのかな。有利でしょ。僕だからフルトン戦の前の予想動画でやっぱね、階級上げてフルトンも無敗で強いチャンピオンやからっていうので、いやーそんな簡単じゃないよねって言ってたら、簡単ではなかったかもしれんけど圧勝しすぎて、それこそファンに怒られましたね。まあ、見る目ねえなみたいな、すいませんっていうぐらいのパフォーマンス出しちゃうんで、あの人いやちょっとモンスター企画外ですよね。企画外だね、やっぱ蓋開けてみたら、それこそぶっちゃけチャンネル、外のチャンネルの竹原さんとか畠山さんとかみんな言ってたんですよ。いやフルトン無理だよって、もう圧勝だよ井上尚弥のって言ってた通りになっちゃって、僕は結構そんな簡単じゃないでしょみたいな、そんな言ったらモンスターにプレッシャーやしみたいなと思ってたら、まあ簡単にっていうか完勝したじゃないですか。あんなパフォーマンスで勝ったんで、タパレス勝てないでしょって、こんなモンスターにね思っちゃうぐらいの選手ですよね、もうモンスターは。あまりイメージ的にさ、そこのいいイメージがないのね、タパレスがですか。そう、はいはい、例えばこう反則ギリギリでとかっていうのは、まあそこしか見出せないぐらいの選手ですよね。だからモンスターに成功法でやっても勝てるわけないじゃんっていうぐらいの強さなんで、なんかまあ気をつけて、ダーティーな戦法ってことですよね。そういうことをちょっとこういう後ろ側叩くとか、クリンチの時にとか、足引っ掛けるとか、ほぼもう反則地味なことをしない限り、考えてんじゃないかなと思ってさ、タバレスがそれぐらいかなっていうぐらいかな、気をつけるのは、とか、まあ、タパレスね、サウスポーなんでね、前足がね、右足が前なんで、そのフルトン戦の時もフルトンはわざと足踏んでたんで、それの時よりも対サウスポーの方が足当たるんですよね、前足が左、右オーソドックスとサウスポーって当たるんで、そこはちょっと気をつけなあかんかなと思いますけどね。まあでもそれでも考えてるだろうね。もちろん考えてるでしょうね、もう対サウスポーなんで。でまあ、モンスターともプライベートとかで会って話した時もサウスポーなんか得意発言してたんですよ。本人は多分タパレス一発のパンチあるから警戒はしてるって言ってますけど、イメージは多分イージーなイメージしてんじゃないですかね。油断はしないですよ、もちろんあの性格なんで。僕はパッと倒すと思うんですけど、そっか、僕はそうですね、右ストレート、スパイの戦で見せたような真ん中通すまっすぐのパンチ。ただまあそういう井上尚弥対井上尚弥でそういうパンチは多分気をつけてると思うんで、すごくディフェンシブな対応するんで、その捕まえるに時間かかるにしても KO で勝つと思います。
大東さん何ラウンドぐらいで。いやどうですかね、僕も5、6ラウンド以内かなっていう感じですかね、中盤。もちろん何とも言えないけど、作戦きちっと向こうも立てて出てくるから、そうね、いやそれでもね、やっぱ6ラウンド以内かなっていうイメージがしか浮かばない。これ何がすごいかってね、4団体統一戦なんですよね。そうですよね。やのに、しかも勝てるわけないじゃんって思われるぐらいの強さなんですよね。史上初ではないんですけど、アジア人でそもそも4団体統一は初だったんですよ。で、今回2階級でやったら、2階級でなんかアジア、あ、パッキャオもしたことなかった。ないですね、4団体統一は。おー、そっか。しかも 5ヶ月かなんかなんですよね、確か研究して。これも最速ですよ、彼はちょっと異次元ですけど、日本人でこういう選手が出てくるとはもう想像もつかなかった。この先も出ないと思います、だからさ、日本人も本当昔と比べてさ、だからすごい人がいっぱい出てくるようになったって話があるけど、あの大谷翔平選手とかさ、そうですね、ああいう人がボクシング以外のアスリートでってことですよね。もう日本人でもできるんだなっていうね。羽生結弦もそうですし、嬉しい話だよね、そういうのはね。確かに、どこまで行くんだろうね、あのゆくゆくだって、だフェザーぐらいまで行くって言ってますよね。そういう噂もあるから、3団体、3階級で 3階級4団体統一ですよね。3階級制覇の4団体史上初でやるみたいけど、ね、やれる可能性はあるって言えるぐらいの選手ではありますけどね。ただ、あとさ、もともとライトフライ級なんだよね。そうです。それがさ、今スーパーバンタムでしょ。だからライトフライ、ライトフライ、スーパーフライ、バンタム、スーパーバンタム、飛び越したでね、でも今4階級制覇入れて、フライ級も入れて、スーパーフライ、バンタム、スーパーフライ、幅で言ったらそうですね、幅で言ったら5階級なんだね、パッキャオが幅で言ったら8階級ぐらい、いや、9か10ですね。10だっけ、はい、10階級の中の6階級です。あれはまたちょっとね、次元違ってくるけどさ、でも井上選手だったら可能性感じるね。いや、和製パッキャオって言っても言え、あれ大丈夫なんじゃないですか。この辺までいけそうですか。フェザーですね。フェザー、スーパーフェザーのチャンピオンにも相手によっては全然チャンピオンになれると思うんですけど、圧倒的に勝つ今みたいな展開っていうのはフェザー級ぐらいまでかなと思います。いやでも俺ことごとく覆してきてるからあれだけどさ、フェザーあったらでかいよ、モンスター、それを覆しちゃいますからね。だから俺が思うのは、一度まあ、スパーリングでもいいから交えてみたかったなっていうのは。マジですか。死んじゃいますよ。ライト級の選手とかバカバカ倒すらしいですよ。そう、はい、だから余計やってみたいの。すごあのね不利だ不利だって言われる試合の方が得意だった、練習でもね、はい、まあ失うもんないというかね、そういう気負いは なりますもんね、結構ね、こいちゃんだけど現役の時はもう階級上としかやったことなかったんでね。でもそう、軽量級ってそうですよね、基本練習でも。僕も、結構スーパーフライ、バンタムとかぐらいの選手よくやるんで、そうですよね。もうちょっと上やったことある？スーパーバンタムが最高ですね。もうちょっと上になるとフェザーの選手はないですけど、スーパーバンタムとかはありますね。でかいですね。結構まあ練習でもっと上とか やったことはあるけどね。あ、じゃあ現役の頃だったら井上尚弥とも一度は絶対もう、いやもうめちゃくちゃ強くて倒されるとは思うけど、でも結構丈夫だったの体は。であとパンチにも自信があったから、はい、うん、打ち合いや、まあ、打ち合わないだろうけど、はい、もうスポーンスポーンってくるだろうけど、壊されるらしいですよ、スパーで打たれ弱くなっちゃうとか。はあ、そういう選手僕知ってる限りは2人ぐらいいますね。はい、壊れる、壊れるらしいっていう、なんかそういうね、フィリピンの選手とかももう帰りたいっていうらしいです。でフィリピンでは俺井上モンスターとパートナーしたことあるんだっていう自慢してます。まあだろうね、やばいっす。だからね、タラレバで言うとパッキャオの全盛期と見てみたいよね。階級的には全然見られる階級ですね、スーパーバンタムで、はい、